では数学の第3回目の授業の3つ目の映像始めたいと思います。ここでは今日の課題を説明すると同時に、この土曜日までにやっていただきたいアンケートのお願いをします。今日の内容については LMS の、まず課題のところに出ています。まあ、いつもと一緒ですね。これをクリックしていただくと PDF が中に入ってますので、それを見てほしいと思います。こちらですね。これをクリックして開いてもらって問題解いてもらうというわけです。具体的に前の方に少し出してみましょう。今回はこういった問題をアップしました。この4問です。この、まあ、4問だけといえば4問だけです。これをどうやって解くのかですね。少しだけヒントを出しておきましょう。まあ、先ほどの、中盤の映像を見てもらったら、まあ、そんなに困ることはないと思うんですが、よいしょ、まあ、いくつか知ってほしい点。まず、1つ目の問題です。fx は 2x×2x-3 という式があったとしましょう。これに関して、置き方をちょっと指定しています。最初の部分、2x に関しては、gx と置いてくださいと指定しています。そして、後半部分、2x-3 に関しては、hx と置いてくださいと指定しています。これを使って、全体の関数、つまり fx の微分をしてほしい。そして、同関数を求めてほしいという問題です。大丈夫でしょうか？問題の意味をですね、きちんと理解するようにしてください。そして注意書きがあります。g×h の展開計算しないでくださいと。要するに、2x×2x、2x×-3 というふうにやってもいいんですけども、展開計算としてはね。でも、今回はそれをせずに、解いてほしいということです。すなわち、微分の公式使いましょうねということですね。ここで使うのはどんな公式か分かりますかね。g×h なわけですから、関数の微分の公式を使っていただく必要があります。白字でやってください。そして次、2番目。fx=2x-3 の2乗です。これに対して dx 分の df、すなわち同関数を求めましょうという問題です。まあ、こういった記述が出てくると何や何やと思うかもしれませんが、要するにこれまで教科書で書いてきた書き方でいうと、これですね、dx 分の dy、つまり同関数のことです。スラッシュで横向きに書かれているからといってですね、まあ、そんなに慌てないようにしてください。同じものです。さて、じゃあ同関数求めるんですが、どうやって求めるのか。ここでは、2x-3 を ux と表示してくださいと指定されています。そして、この ux に対して、u の微分、を求めるということを必ずやってくださいと指定されています。いいでしょうかね。これをやってほしいと思います。どうやってやるんですか？まあ、u の微分は、しかも u の x の微分はめっちゃ簡単ですから、すぐにできるでしょう。で、これをやった後ですね、fx をどんなふうに表すか。これ、ux の3乗と表さなきゃいけませんね。じゃあ、これどうやって計算するんですかということなんですが、その3乗計算というのを、例えばこういうふうに表しておくといいでしょう。fux。つまり、
ちょっと失礼。FU というのは、U の、これ3乗って書いてますけど、これ2乗ですね。すいません。2乗でしたね。2乗と。FU というのは U の2乗ですよ、というふうな関数を置いて、これを計算してもらうということです。そうすると、もうわかりますね。dx 分の df は合成関数なので、合成関数の微分の公式で f'u かける u'x というふうな計算ができるはずです。あとはそれぞれを微分した結果を答えれば完成というわけですね。まあ、すごい簡単な問題だと思います。初めてやる人にとってはちょっとね、なんやなんやになるかもしれませんが、しっかりやってください。次、3番目。分数が出てきます。2x-3 分の3ですね。途中、まあ、u を使ってくださいと指定があるので、まあ、u 分の3とこれは考えられます。この f' を求めてくださいということなので、4の1でやったやり方。関数の積を使って分数を解くやり方をしましょう。最後、4番。同じように分子に3という定数が来てるんですが、分母の方に合成関数が現れます。2x-3 の3乗。これに関しては、4の2でも扱ったやり方です。実は、ここに書いている通り、2x-3 を u と置けば、それだけで合成関数として扱えるというやつでしたね。つまり、3と4はそれぞれ公式1個で解ける問題です。3に関しては、積の微分だけで解ける。4に関しては、合成関数の微分だけで解けるという、一番簡単な種類の問題を持ってきたわけです。でしょうか。これで、まあ、皆さんそれぞれですね、自分の力で問題解けるかと思いますので、これを、今日の20時59分までに LMS に出すということをお願いしたいと思います。冒頭のビデオでも言いましたけれども、今回以降はこのように夕方あるいは夜の8時59分までという締め切り設定にしたいと思いますので、若干時間の余裕はあるかもしれません。しかしできるだけ授業時間中に終わらせる方が皆さんも楽だと思いますので、ぜひ頑張ってください。これを講義ノートにやって写真を撮って写真をアップです。お願いいたします。ではこの今日やってもらう問題の説明に関してはこれまでとして、ここまでとして、最後に、残っているアンケートのお願いの話をしたいと思います。これに関しては、LMS にすでに、アップしております。もうお気づきになった人もいるかもしれませんが、今日の動画の欄、今もらっている動画の欄の続きにですね、アンケートへの入り口を、ごめんなさい、これフィードバック。アンケートの入り口を設けています。これですね、今見てもらっている動画にアクセスしてもらった欄に再び入ります。そうすると、動画へのリンク、またちょっとここには、見える状態になってませんが、ここに、動画のリンクがあります。その後に、これですね、下記のリンク先に遷移してアンケートに回答くださいと、いう表記がされてます。こちらに、5月16日土曜日までで回答してほしいというわけなんですね。少し見てみましょう。クリックするとこんな画面が現れます。今クリックしました。現れへんやん。
どういうことじゃ。ちょっと待ってくださいね。若干重たいんですかね。現れないですね。どうしよう。ちょっと私のネットが固まってるみたいです。どうしようかな。ちょっと前に別のやり方で出しましょうか。これ出ないのか。少しお待ちください。このアンケートの、ページをですね、サンプルで出したいと思います。完全固まってしまった。ちょっと画面がチラチラしてすいませんが。からいけたと思うんですが、いかれへんや。なら、ちょっとすいませんね。固まってますね。なんやねん、こいつ。もう LMS ほんまにすぐ固まりますね。これは来ませんね。そしたらちょっとごめんなさい。口頭で申し上げます。何かというとですね、これはちょっと分かりにくいんですけど、オンライン授業が始まってですね、これでちょうど、来週で1ヶ月経つことになります。この間皆さんが、この間というか、現時点で皆さんが、どんな、パソコン環境、スマホ環境、そしてインターネット環境で授業を受けられているのかを、私の授業を受講されている皆さん対象に、お聞きしたいと思います。これは成績には関わらないので、ぜひ皆さんにやってほしいんですが、回答をする、しないはですね、各自で判断していただけたらと思います。この皆さんの個人情報がですね、聞き出されるとか、そんなことはありませんし、他の学生の皆さんに、皆さんの個人個人の状況がですね、見えてしまうということもありませんので、情報の管理に関しては大丈夫と思って安心していただけたらと思います。皆さんに回答していただけたら、メリットとして、そうかと、このクラスではこんな、そのパソコン環境でみんなが授業を受けてるんだとかいうことが分かりますので、そのためにちょっとご協力いただければ嬉しいということでございます。もう少し詳しい説明はこのアンケートの、リンク先に飛んでもらったら、記載されてますので、各自でちょっと読んで対応していただけたらと思います。だいたい5分ぐらいで終わると思います。最後の方にちょっと意見なんかも書く欄がありますので、そこをしっかり書いてもらったりするような場合には、少し時間かかりますけれども、基本的にはもう5分で終わる、程度ですね、もうパッ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 と答えてもらったら大丈夫ですので、お願いできると嬉しいです。このアンケートに関しては、実はこの大学以外の大学で私が授業やってる分についても、そのアンケート収集してますので、ちょっと個別のですね、質問等には答えられないと思います。個人情報も回収しませんし、それからこれどうしたらいいですかとかですね、ちょっと一つ一つにお答えするのが、できない。ちょっと私のキャパを超えてしまうので、リンク先に飛んで、問題なくできればそれで OK と。もし、うまく問題が解けなかったりしたら、問題とかそのアンケートに回答できなかったりしたら、もうちょっと、私の場合はできなかったなと思って、横に置いておいてもらったら、ほったらかしにしてもらったら OK です。でしょうか。はい。というわけで、なんか最後、終盤まだ、ぐだぐだになってすいませんでしたが、これで、今日やりたかった、第3回の内容すべて、できましたので、あとは皆さんそれぞれで課題やアンケート、そして、教科書の章末問題頑張ってもらえたらと思います。映像はこれで終了したいと思います。